はい。マネーセンスカレッジの浅田修二です。質問が寄せられてましたので、回答していきたいと思います。朝比奈さん40代の方からご質問いただきました。ありがとうございます。えー、私も友人も兄弟が無貯金です。また、両者共に金銭面で世話になる気満々です。兄弟は扶養義務がないので無視で大丈夫でしょうかというようなご質問ですね。うーん、なるほど。兄弟姉妹。 でもですね、まあ、こういう方もいらっしゃいますよね。まあ、実際に、ファイナンシャルリテラシーがね、ある。 お兄ちゃんとか <laughs>、お姉ちゃんで、まあ、弟、妹が、まあ、なんかこう、お金に無頓着というようなね、まあ、兄弟であったりとか、まあ、これ親子間でもありますし、まあ、夫婦間でもあるかもしれませんね。まあ、そういった相談っていうのはね、たまに受けます。今回はですね、まあ、一言で解決してもいいんですけども、一応私自身もね、法律相談っていうのをやっていたあー手前ですね、ちょっと無視できなかったというところがありまして、えー、今回ね、えっ、ー、と、動画にしてお話をしようかなというふうに思っています。 扶養義務がないというようなお話なんですけども、残念ながら日本の法律上は兄弟姉妹も扶養義務があります。民法のね、877条というものがありまして、こちらを読み上げますと、第1項ですね、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務があると書かれていますよね。<laughs> なので、兄弟姉妹は互いに扶養する義務があるんですね。で まあ、二項三項に関しては、まあ、特別な場合に、まあ、三親等以内の親族においても、不養の義務を負わせることができるというような、あ規定になっています。このようにですね、まあ、兄弟姉妹、まあ、金銭感覚が全くずれていて、例えば、もう、無貯金でね、老後の心配を本当はしなきゃいけないんだけど、あの、老後資金の積み立てとかしてたらいいのに、まあ、そうですね、酔い越しの金を持たないぜ、というようなね。まあ、そういうような方もいらっしゃいますよね。これは、親子間でもあります。まあ、実際、私自身も、ま、あ それに近い、まあ、無貯金までではないですけど、まあ、それに近いものを、まあ、実際に経験していたりとか、私のスタッフにもですね、えー、いますね。<laughs> あの、まあ、ちょくちょくお話は聞きますけどもね、はい。今回ですね、法律ですね、まあ、877条っていうのがありますけども、これ以外にもね、いろんな細かい規定があります。あの、あまりね、こういうようなことを聞く機会がないと思いますので、いい機会ですので、もしよろしければですね、えー、こんなお話も聞いていただいて、まあ、 結論として、まあ、どうなのかっていうところでね、まあ実際の運用とかも踏まえた上で、まあ裁判例とかですね、まあそういったものも提示しながら解説していこうかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、まあ、不義務はあるんですけども、扶養義務の順位っていうのがありまして、まあこれ878条、まあ次の条項なんですけど、書かれてるのを読みますと、扶養する義務のある者が数人いる場合において、 扶養をすべきものの順序について、当事者間の協議が整わないとき、または協議することができないときは、家庭裁判所がこれを定めるという規定になっていますね。続いてはですね、扶養を受ける権利のあるものが数人ある場合において、扶養義務者の私力がその全員を扶養するに足りないときの扶養を受けるべきものの順序についても同様とすると。 いう、まあ、扶養の順序っていうのが書かれていますね。まあ、いわゆるその兄弟姉妹であれば、まあ、兄弟姉妹が複数にいて、まあ、4人兄弟とかですね、っていう場合は、順序を定める、まあ、これが整わないときは、裁判所が決めますよと。まあ、もしくは、扶養を受ける必要性のある人が複数にいる場合ですね。他のね、1人の人が、まあ、なんか扶養するというような場合も、ま同様ですよというところですね。で続いてですね、879条。 不養の程度または方法について当事者間の協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、不養権利者の需要、不養義務者の視力、その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所がこれを定めるというふうになっています。まあ、他にもですね、条項ありますけども、主要な条項としてあと最後になりますけども、881条ですね、不養を受ける権利は処分することができないという規定になっています。 えー、具体的にですね、範囲としては、まあ、このような範囲になります、まあ。いわゆるその本人が真ん中にいてですね、えー、とこれは扶養を受ける側の人ですね。この方を扶養をする義務がある人。 っていうのが、この太い惑星にね、えー、囲まれた方になります。なので、兄弟姉妹入ってますよね。<laughs> なので、一応、扶養義務はあるんですよね。扶養の程度なんですけども、まあ、こちらの方、民法の方にね、具体的に書かれているわけではないんですよね。なので、今までの裁判例とかで、まあ、積み重なられた解釈っていうのがありまして、まあ、大きく分けて2つ分類されるということになります。で、えっ、ー、と、1つはですね、生活保持義務というものがあります。で、えー、生活扶助義務と。 それぞれね、ちょっと解説をしますけども、生活保持義務というものは、被扶養者があ、まあ、配偶者であったりとか、未成熟の子供であったりとかですね、まあ、する場合に課せられる義務になります。こちらの方は、扶養義務者の生活水準と同程度の生活を被扶養者も保持できるような援助が必要ですよ、というところですね。そういう義務がありますということです。でもう一方は、まあ、生活扶助義務ですね。えー、これは、被扶養者が兄弟姉妹等である場合、 まあ、例えば、親関係であったとしても、子供がもうすでに成人している。それが、子供が親を扶養したり、親が子供を扶養したりというような場合になります。でこちらの場合は、扶養義務者の生活水準はそのままで、余力がある範囲で援助すればいいというものですね、まあ。よく例えに挙げられるのは、一前のご飯があった場合、これを分け与えるのか、それとも自分が最初優先して食べて、余ったらあげるのか。 っていう違いですね。生活保持義務は、えー、分けなきゃいけないですね。自分がお腹が空いていて、1年食べてもお腹いっぱいにはならないんだけども、1個しかないっていう場合はまあ、分けなきゃいけない。 ま、これは、あの、親が子供を養うという時も同じですし、これ、例えば、離婚してもですね、子供に対する扶養義務っていうのがありますので、まあ、離婚したとしてですね、子供がいると。で、どちらかの親に付くわけですよね。同居してない親がいます。で、同居してない親も、やっぱりこの生活保持義務を負うわけで、自分自身が、ま、収入がないとかですね、収入が低いとか、そういうの関係ないんですね。もう、ご飯を分けてまで、その子供を養わなきゃいけないと。まあ、いうところになります。 まあ一方ですね、まあ今回の事例である兄弟姉妹の場合は、まあ自分が先に食べてですね、でもまあお腹いっぱいですと。もう余りましたと。じゃあどうぞ。余ったから養いましょうかっていうような、まあそういうものですね。この違いがありますよと。まあ当然これは大きさとしては生活保持義務というものの方が大きくて重い義務になります。で、さらに生活扶助義務というものは、まあ比較的軽いっていう義務になります。で まあ、こちらの方ですね。どのぐらいの程度なのかっていうのがちょっとわからないかなっていうところになると思うので、一個ですね、まあ裁判例がありましたので、まあ裁判例をちょっとご説明したいと思います。ちょっと文字が小さいのでですね、拡大させてもらいます。 兄弟姉妹の、まあ、扶養義務の裁判例って、まあ、なかなか少ないんですけども、今回これはですね、まあ、平成28年の10月17日の東京高裁の決定になりますけども、兄弟姉妹4人の、ね、人がいて、昭和23年生まれから始まるので、もうだいぶ年齢が高いですよね。はい、で、えー、長男は会社社長で高級取り。で、えー、長女は生活困窮者。まあ、障害を少し負っているっていう、 事例だったととと思いいいます。す、まあ、収入も得られないということですねで。次女に関しては年金生活者で、まあ、なかなか年金としてもそんなに多くもらってないので、まあ、なかなかこう援助できないというような状況で、まあ、こちらの人は、まあ、配偶者もいなくて子どももいないというような状況でしたで三女に関しては一定の収入があったので、えー、長女に対して扶養をしていたと。 っていうまあ長男が扶養してくれないということなのでまあ三女がですね長男に対してこれ扶養義務を果たしなさいということで 家庭裁判所にね、申し立てたわけですねで、それがまあいろいろこういざござんになって東京高裁まで行ったというようなことですねでまあこれ結果どうなったかということなんですけど裁判所の判断としては「まあ、長男には、まあ、長女を扶養する十分な余力がありました」と「で、他方他の兄弟にはその余力がない」とした上で「長男は長女に対して毎月8万円の扶養料を支払うこと」で2番目として「長男は三女に対してこれまで三女が長女に対して扶養するために支払った金の半額の100 52万円を支払うことということで裁判が決まったというようなことになります。で、まあそもそもですね、兄弟姉妹間に関してはですね、生活の扶助義務なんですよね。なので、保持するまではいらないっていうところで、そこまでね強い義務ではないなので、まああの基本的に裁判例ってすごい少ないんですよね。まあ裁判になる事例がないのはなぜかというと、まああのだいたい兄弟姉妹間の扶養を考える前に公的なですね、まあ、セーフティネット まあ、つまりは生活保護ですね。まあ、そちらの方に頼ることの方が多いのかなというふうに思います。なので、まあ、あの、今回の場合は、三女がですね、まあ、長年ですかね、まあ、あの、扶養義務を果たしていて、まあ、困窮状態である長女を養っていたので、で、長女が、まあ、生活保護をまあ申請したとしてもですね、三女が扶養していたのであれば、あの、生活保護を、 が必要ないっていうふうに断られた、まあそんなケースなんじゃないかなというふうに思います。まあ今現状のですね、まあ生活保護に関しては、まあいろいろね、SNS とかでも問題になったりしますよね。例えばですね、まあお笑い芸人の方のね、お母さんとか、まあ生活保護を受けていたんだけども、まあ扶養するぐらいだいぶ稼いでいるんじゃないかっていうところで、これどうなんだというところですけども、これに関してもですね、法律上の義務は果たしておられたんですよね。で、さらに言うと、まあ十分そこに関しては、まあやっておられたんじゃないかなというふうに 私自身は法律の観点から見ると、え、思うんですけども、ね、芸能人っていうところもありますので、まあ、なんか、いっぱい稼いでるような感覚あるのかな <laughs> そこですごい叩かれた、あ、ことがありますね。まあ、あの、自分自身が売れてない時にはできなかったけども、あの、自分が売れるようになってからは、まあ、一定金額のですね、えっと、不要料を払っていたっていう実態もあったみたいですし、十分ね、世間を騒がせたということで、なんかこう、いろいろ反省の弁を述べられていた、あ、のが記憶にあります。このよううにまあ親子間っていうこと でであったとしてもですね政治家の、まあ、生活保持義務というものではなくて、えー、生活扶助義務ですねのものになっているわけですけどもこれ兄弟姉妹部姉妹もあんま変わらないので、まあ、余力があれば、まあ、援助するというような形ですね。でまあここでですね、まああのー、ご質問文に戻るんですけども「無貯金です」っていうことと「兄弟に金銭面で世話になる気満々です」っていうこの「 ここには一つちょっと隔たりがあるのかなっていうふうには思うんですよね。多分ね、相手方のその兄弟の方、まあいわゆるその貯金の方ですね、がまあ、世話になる気満々なのかなっていうのは、まあちょっとにわかに難しいところが。 まあ、この質問文しか見てないので、何とも言えないんですけども、やっぱり、あの、ファイナンシャルリテラシーなのかなっていうところはあると思うんですね。例えば、老後が不安だっていうふうにね、まあ、ご自身、このね、浅野屋さんは思っておられるわけですけど、えー、兄弟はそこまで、なんていうんですかね、切羽詰まった感がないと。で、何も貯金もしてないと。で、なんなら働かないみたいな <laughs>、そういうところあるかもしれませんね。まあ、そこは、もう、兄弟意は、 やっぱり切っても切れない関係にあるんですよね。金の切れ目が縁の切れ目みたいなそんな話ありますけども、兄弟間はやっぱり血縁ですので切れ目はないんですよね。切れないんですよ。うん、まああのお金のことについて争ってもやっぱりこう感動だとかなんか縁を切るとかですね。まあ、そんな風な言い方をされるんですけど、えー、と法律上はそうはいかないっていう状態でして。なので不要義務がないのでもし っっっててていいううううのののはははちちょょとととととここれれ兄弟とししススタンスとしてはこれまたちょっと違うのかなというふうに思うんですよね、まあ、法律上の規定もそうなっているということです。ことあるごとにですね、やっぱりそういう無貯金の状態っていうのは危ないよというようなところであったりとか、そういう指摘をしてですね、まあ、やっぱり改心させるっていうことが、まょう間には求められるのかなというふうには思います。で、それでもしないっていう場合は、多分まあ、嫌らせにはなると思うんですね、その時に。 俺は面倒見ねえぞっていうふうに言うわけですよね。で、そうすると、じゃあ、もういいんだよと。<laughs> もう相手はね、いいんだよと。あるお金で生活するからいいんだ。 っていうふうに、あの、年金になっても別にある金で生活するようにするからいいんだと。まあ、最悪生活保護だっ,つっていうような、まあ、単価を切るような、まあ、そんな言い方をするとしたらですね、もう俺も世話見,見ねえぞっ,つっていうような、もう俺の、俺は世話なんかしねえぞっ,つっていうようなところを言ってですね、もうしなくていいよっ,つっていうような、まあ、そういうような言い争いになったらですね、もうその現地を取ったと、というようなところで、一回、まあ、やっぱりその、本人が本気にならないといけない,っていことですね。まあ、お金ってね、やっぱり、 その感情なんですよね理性的に考えてやっぱりもう食べなきゃいけないっていうのは分かっていても感情が優先している人っていうのはやっぱどうしてもここはなかなかこう治らないと言いますかただやっぱどうしてもその切羽詰まったところがあればですね、まあ、当然そこはまあ改心してですね、えー、悔い改めるっていうところあるわけですよ今年のね年始にはまあ MC っていう人がまあ卒業したわけですけどその時もね自分自身はずっと浪費家だったと。 だけども、そこでなんかいろんな出来事があって、自分自身がまあこう切羽詰まった感が出てですね、貯金するようになった、投資をするようになったっていうことで、それを実現したわけですね。で、自分はそのまんまだったら、まあ、今のまんま、今のようなね、まあ、1000万貯めて卒業するとかっていうことはなかったっていうふうに本人が言っていますので、やっぱりそのきっかけなんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そのきっかけを与えられる肉親であってほしいなというふうにも思うし <laughs> あのただ、それはそれで、 まあそこで言い争いになったとしても、やっぱ,っぱ、ま例えば普通の兄弟のね、まあイベントであったりとか、まあ家族間のイベントであったりとかっていう時は、まあそれは置いといて普通の接し方をしていれば特に問題ないんじゃないかなというふうには思います。で、まあ先ほども言いましたけども、まあ兄弟間に関してはですね、まあ余っていれば不要すればいい。 っていうような、一応立場ですので、自分がね、えっ、ー、と、いっぱい蓄財して、えー、溜まってたら、まあ、兄弟の方も面倒を見なきゃいけないっていうんだったら、まあ、それはそれで、あの、目も当てられないっていうふうな形になるかもしれませんけども、まあ、あの、そういった場合はですね、公約のセーフティネットになるのかなというふうには思うんですよね。ただ、やっぱどうしても、投資とかですね、まあ、そういう、まあ、金銭面で、ある程度裕福だっていうふうにされるとですね、まあ、やっぱ、ある程度の援助は必要になってくるっていうことになるのかなと思うので、まあ、やっぱり、日頃からですね、 シャルリテラシーを少しずつ分け与えると言いますか、きっかけを与えると言いますか。まあ、そういったところで働きかけは必要なのかなというふうには思います。なので一応ね、えー、肉親ですから、でまああの年をいけば兄弟は仲良しになるっていうふうによく言いますので、<laughs> 今現状はねこうであったとしても、まあやっぱりあの無視っていうわけではなくて、まあやっぱり何かしらの兄弟としてできることっていうのを考えた上で、まあされる方がよろしいのかなというふうには思います。 まあ、もしかしたらですね。まあ、その、金銭面で世話になる気満々っていうのは、アサニアさんが思ってるだけで、実は、改心するつもりはあるんだよっていうようなことがあるかもしれないですからね。まあ、その点はね、まあ、従々お話し合いになったらよろしいのかなというふうに思います。 今回の動画は以上になります。また参考になさってみてください。またですね、この概要欄の方にですね、質問フォームというのを用意していますので、もしご質問ありましたらですね、質問フォームから質問をお寄せください。また、可能な限りですね、回答していきたいというふうに思います。では、今回の動画は以上です。ありがとうございました。